はい、こんにちは。あさひです。シャーマンキングコラボが始まりましたね。動画としてやりたいこと、いろいろあるんですけれども、とにもかくにもガチャを引かないとね、もう何も始まらないんで、今日はね、ガチャ動画をやっていこうと思います。撮影日は本日4月22日月曜日、シャーマンキングコラボ開始当日なんですけれども、この後ね、それを使ってみた動画もね、すぐに撮りたいなっていうふうに思っているんで、もしかしたらそっちが先に上がるかもしれないかな。ちょっとどうなるかわかんないんですけど、時系列的にもしかしたら逆になってる場合もあります。で、今回も星5含め優秀なモンスターが勢ぞろいなんで、ぜひともね、コンプしたいなというふうには思っているんですが、一応今回星6の目標としては、まず、京山アンナ1体、欲を言えば2体で、覇王は2体か、欲を言えば3体で、朝倉陽はちょっとね、武器をね多めに作りたいなと思っているんで3体できたら4体で、あとジャンヌとタオレに関してはとりあえず1でいいかなというふうには思っています。で、今回はダイヤ率が合計で 12.5%、8回に1回は出るよっていう計算なので、今言った分を回収しようと思ったら一切偏りなく引けたとしても最低60から70ぐらいは引かないとねいけないんですけれども、一応交換もあるんで、とりあえず4、50回引いて様子を見ようかなというふうには思っています。よろしくお願いします。一応今回62回引けはするんですけれども、一応ね周回用の石もちょっと残しときたいんで、残りが100個ぐらいになったところで止めようかなというふうには思っています。それ結果次第ですけどね。上振れたらね、ちょっと早めに終わるかもしれないし、っていう感じですね。はい。このホロホロはね、武器がすごい強いんですよ。たくさん欲しいなっていうふうには思ってるんですけれども。シャーマンキングはですね、僕実は全く知らないんですよ。で、僕が小学校ぐらいの時にすごい流行ってて、で、友達からな、友達が漫画を読んでたんですけれども、それを横目からチラッと見た時に、京山アンナがたまたま見えて、すごいね、可愛く見えたんですよ。内容とかストーリー全く知らないんだけど、京山アンナが可愛かったっていうことだけが僕の記憶に強烈に残っているんですね。で、ただでも当時はやっぱ小学生で、お金もあんまりないし、漫画買うことも難しかった。で、アニメをやってたのも知らなかったのかな。当時やってるのかな、ちょっと僕は全然わかんないんですけども、とにかくそのシャーマンキングに関わることがなかったんですよ。はい、一発目のダイヤが出ていくタオレンですね。タオレンはね、武器が一応、マルチブーストなのか代用は効きそうなんでね、そんなたくさんはいらないかなっていうふうには思うんですけども、いろんな情報をね他のところが仕入れながら決めていきたいなというふうには思います。はい。で、こいつ超強いです。こいつ絶賛してます。こいつ引けた方はねたくさん確保しといてほしいなと思います。で、そうそうでシャーマンキングに関わることが一切なくて、でもね、その京山アンナが可愛いっていうことだけがとにかく強烈に記憶に残ってるんですよ。もうこの年になったんでね、ちょっと読んでみたいなっていうふうには思ってはいますね。パズドラがコラボをして、その影響で、そのアニメとか作品に触れ出したっていうのが、僕、この間の来たSAO って言うのかな、SAO っていう文字を見たら俺 SAO って言っちゃうんだけども、一応 SAO ソードアートオンラインね、あれもコラボが来たことが影響で、はい、朝倉陽ありがとうございます。この列型のやつもね、木のニーズヘックみたいなキャラが来たらぶっ壊れそうな気がするんで、現状ちょっと難しいんだけども怖いなって思ってますね。お、連続ダイヤタオレン、タオレンはもういいかな、とりあえずな。で、 SAO もこうパズドラとコラボしたのがきっかけで、僕作品をね、そのアニメを見るようになったんですよ。お、これはですよね。なんだっけ、オパチョかリダチェン武器、これね、サレーネサレーネで異業とかやってる人はね欲しいんじゃないかなっていうふうには思います。確定ガチャのね料金が浮いたんでラッキーですね。で何の話、あそうで SAO をコラボきっかけで見始めて、ハックじゃないわなんだハオありがとうございます。結構調子いいな。武器が火の正方形スキルなんで、こいつはね武器の分とあと本体の分でね確保したいなと思いますね。なんか SAO は普通に面白かったですね。でシャーマンキングもすごい人気みたいなんで、多分面白いんだろうなっていうふうに思ってるんで、またねどっかで漫画とかアニメ見かけたら見てみたいなっていうふうには思ってますね。今ダイヤ何個出た ?4 つか。タオレン用、ハオ用か。4つ出てますね。結構上振れてるんじゃないですか、じゃあ今のところ。星5の武器に関してもみんなすごい強いんで、星5で今回外れは僕ないと思っています。本当なんかこいつ箸にも棒にもかからんなっていうようなキャラは今回存在しないというふうに思ってるんで、星5に関してはとりあえずもう一通り置いといていいんじゃないかなっていうふうには思ってますね。これでハオが2体目。よし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 、結構調子いいぞ。あと出てないのがアンナとジャンヌか。女の子2人出てないのは嫌だなでその星5の中でも僕こいつ特に強いなって思ってるのは、まずこのリゼルグと、あとホロホロ、ちょっと発音がどっちか分かんないんだけども、バランスキラー武器、バランスキラー持ってるじゃないですか。でバランスキラーって最近結構需要が上がってきてるなっていうふうに思っていて、バランスタイプの敵ってめっちゃ強キャラ多いんですよ。例えばビッグフットとかハシヒメとか、あと最近で言うとシェヘラザード、あの辺がみんなバランスタイプなんですよ。でバランスキラーってこっち側で持ってるキャラ結構少なくて、で特にその今結構前線で使われてるキャラクターでバランスキラー持ってるよっていうキャラになってくると結構少ないんですよ。まあサレーヌとかになるのかな。まあ、なんで今後バランスキラー武器の需要っていうのがどんどん上がっていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。で現状ちょっと名前出てこないな、バランスキラー持ったカードあるじゃないですか、スキルがハートキラーのやつね。あれねスキルがすげえ弱くて、なんだっけな、火属性の敵に光属性の100倍のダメージみたいなのがそんなんじゃないですか。あれね火属性にしか使えないんで溜まっちゃうと打てないんですよ。だからねちょっとね使いにくいなっていう風に思ってるんで、なんか別の形でねバランスキラー武器が出てくれたらいいなっていう風にはね結構前から思っていたんですね。一応そのヴァルキリーシエルの武器化がねバランスキラー持ってるんですけど、まあちょっとねフェス弦の最上級レアなんで若干重いっていうのもあって、まあ、なかなか武器にするのお、来た、おしよ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 し、キョヤマンナこいつ強いですよ。僕実は動画撮りたいなって思ってるの今回こいつなんですよ。武器も強いからねもう一体欲しいなとは思いますね。いやアンナはマジで強いと思ってる。お連続いいよ、いいっすね。これで3体目か。これで朝倉陽も目標が達成されたので、あと出てないのがジャンヌだけども、ジャンヌとまあ、アンナが欲を言えばもう1体ぐらい出てくれたら嬉しいなっていう感じか。まあでもとりあえずジャンヌだけ交換して終わりっていう形もいいかもしれないですね。で今回62回まあまあ途中で止めるとしても、もう今何体出てる ?7 体出てるのか。7体ってことは勝ってる、確率的にはすごい勝ってますね。あと1個か2個ぐらい欲しいなダイヤ。いいよこれで8個目かな。タオレンはもういいかな。まあ、一応これでね、全分岐をね用意することができるようになったっていう感じですね。で、星5の武器に関しては僕はね、とりあえず5体ずつぐらい作りたいなっていうふうには思ってます。僕、武器作るの大好きなんですよ。ボックスで相当できるじゃないですか。相当っていうかフォルダ分けできるじゃないですか。僕フォルダに武器庫っていうのを作って、武器進化したやつは全部そこにぶっ込んでるぐらい武器進化好きなんですよ。まあなんでね、ここでしっかりその武器を稼いでね、ボックスを潤していきたいなっていうふうには思ってます。100個切ったんで、あと1回ダイヤが出たら終わりぐらいにしようかなっていうふうに言ってたらね、もうズルズルいって石がなくなるとかざらにあるんでね、このゲーム怖いんですけれども、星5はもう十分ですね。さあ、あとはダイヤがどれだけ早く出てくれるかっていうふうに言ってたら出ていくよ。4体目ありがとうございます。これは嬉しい。終わるか。で、一応メールの方でもねあるんですよ。今回無料分と120円の分と、あと星6確定の分3つね用意されてるんで、こちらをね引いて終わろうかなと思います。まあ、無料ダイヤは都市伝説って言いますからね。これが120円の分かな。はい。まあ。で、これ星6確定ガチャでジャンヌを引くのが真の男。来い。まあそう都合よくはいかないですね。はい、まあでも確率的には大勝利と言っていいんじゃないかなというふうに思います。まあ、これらを使った動画もね今後出していけたらいいかなというふうに思っております。はい、じゃあ今回は以上ですね。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。